はいどうもパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は移籍評価来季予想付近ヴィッセル神戸編やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、ヴィッセル神戸に関してはあまりこう冬に動くようなイメージはないというかね、どちらかというと夏に派手に動くイメージがあるんで、まあこんなもんかなっていう感じが個人的にはしておりますけれど、さあヴィッセル神戸、来季予想付近含めてやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでこちらメインチャンネルはですね、メインチャンネルの方では J リーグが売られている九州を中心として動画を作っております。で、これから説はこんな感じで移籍の話とか、来シーズン、今シーズンかも、今シーズンに向けた話とかやっていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょうかね。まずこちら移籍の評価ポイント、この後移籍の評価とかやっていくんで、一応こんな感じで見ていこうというところで、一つは弱点を補う補強ができたかどうか、そして昨シーズンと比べて戦力アップができたかどうか、そして市場3月まで一応開いてはいますが、評価としては収録日現在ですね、本日1月12日の朝でございますんで、その時までの評価というところになっております。で、評価は S から D の5段階評価でやっていこうと思っているんで、最後までよろしくお願いいたします。ということでこちらがまず、オフの移籍一覧となっておりますけれど、こんな感じですね。やっぱり最近で言うと川崎選手の獲得というのが発表されました。まだ若い選手でございますし、ガンバ大阪の方では結構これは、期待をされた選手でございますが、この度ポルティモネーセからの復帰というと、復帰とか日本復帰というところにはなっておりますけれどもね。で、あとはびっくりしたのはパトリッキー選手の、獲得でございますけれどもね、セレッソ大阪の方から獲得が発表されましたパトリッキー選手でございますが、ちょっと何の情報もなかったというか何の報道もなかったね、これはこれでびっくりしたちょっとここになってきますけどもね。で、あとはマテウス・トゥーレル選手ですね、今発音おかしくない、トゥーレル選手でございますけれど、完全移籍の、加入決定、そして斉藤光希選手も、湘南からもレンタルというところになっておりますけれどもね。で、新人選手でいうとやっぱり東福岡高校出身、浦選手ですね。もともとこのサガン鳥栖の、ユースで大活躍をしていた浦選手でございますが、やっぱこの選手がどんだけやることができるかとか、そうか、一応登録はミッドフィルダーなんですね。東福岡では、中盤かどっかやっていたんですかね、ちょっとフォワードのイメージが強かった浦選手でございますけれどもね。っていうのが一応これまでの、移籍一覧というところになってきますけど、で、あと対談選手で言うとね、小田選手がハートオブミドロシアンですね、ミドロシアン移籍というところでね、移籍発表、そしてあと、ボージャン選手が、対談、そして、牧野は引退というところになってきますが、あと、ダブル小林勇気が、いなくなる。これが結構でかいんじゃないかって、個人的には、思ってるわけでございますけど、さ、次こちらでございますけれども、評価、補強評価というところで、B 評価ですかね。名前は全員多分出していないと思います。多分名前が、ない選手がいると思いますけれども、ちょっとね、昨年出番が少なかった選手とか、新卒選手に関しては、あまりこう、ポジション的に、な情報が少ない選手もいますんでね、こうセンターバックの右とか、左とかね、ちょっと分かんないとこもありますんで出していませんが、一応こんな感じになりますかね。B 評価、ちょっと甘くつけて B 評価かもしれませんけれども、で、そんな中でもやっぱサプライズだったのはパトリッキー選手ですね。パトリッキーに関しては僕の印象ってやっぱこうサブでも、力が出せる選手で、試合終盤苦しい時に、流れを変えることができる、そんな選手と思ってますんで、頭から使っても、十分結果残せと思いますけれど、ただこの左ウィングのところに関してはやっぱこう昨シーズン大活躍、したユルキ選手もいますんで、個人的にはヴィッセル神戸の、昨シーズンの MVP は、ユルキ選手を、思ってるぐらい昨年活躍を見せているんで、ユルキとパトリッキが、スタメン争いをしていくような感じにはなりそうですけれどもね。その控えには中坂選手とか、それこそ川崎選手とか井出選手、この辺がやる可能性もありますよね。名前の横に赤いマークがついてる選手は、新加入選手というところになってきますけれどもね。で、あとはヴェルディから移籍の井出選手をどう使うかですね。ドリブラータイプの選手で、J1 は多分ガンバ大阪所属していた時以来ですかね。それ以来の J1 挑戦というところになりますが、ポジションとしては主にサイドハーフとか、ボランチとかの、選手になってきますんで、どこで使うか問題というのはありますが、左のウィングはやっぱりこうね、選手層が厚いところにはなってきますし、中盤は中盤でこれ万全であればみんな、素晴らしい選手が、揃っております。
まあ、ボランチのところでアンカーはサンペル選手がいますしね、井出選手はアンカータイプな感じもしませんが、ただまあ中盤で使うとね、これインサイドハーフで使うとこの井出選手の持ち味やっぱドリブルにはなってきますが、本当運べる系の選手なんで、まあ、こういうドリブルが上手い選手が中盤にいるとね、ちょっと違いを作ることができるんじゃないか、それこそ井出選手にしかない特徴というのが出せるんじゃないかという感じはしておりますけれどもね。であと川崎選手ですね、川崎選手の獲得はまあどうなるかはですね、ちょっと本当サプライズというか、多分今年のね、記者会見ですよね、この間行われた記者会見の時に、サプライズ的に発表がされた、川崎選手でございますが、まあ、さっきも言った通りも育成年代の時からね、注目をされていた選手になってきますんで、ちょっとヴィッセル神戸からしたら、まあ、新しい路線というかね、ただポルティモネンスも結構これお金ふっかけてくるチームのイメージが僕はどうしても強いんで、結構お金かけたんじゃないですかこれ、川崎選手の獲得に関してはですけれどもね、っていうのはありますんで、ちょっとどういう風な、使い方をするかどうか、あとはセンターフォワードムゴシャ選手の去就がまだわからん、なんかこう海外他のクラブ移籍するんじゃないかっていう話もね、これムゴシャ選手に関しては、報道が多分過去に出ていた感じがしますんでね、武藤大迫、そして、まあ、その控え3番手ぐらいに、川崎なのか、もしくは右ウィングで、武藤選手を使うのであれば、川崎選手がセンターフォワードの、まあ2番手とかになる可能性もあるんじゃないかってことで、まあ、川崎選手もとウィングも、センターフォワードもできる選手にはなってきますんで、前線の選手層は厚くはなりましたよね。で、あと昨シーズン、まあ、守備のところで関しては、やっぱり守備が別にこう崩壊していたわけではないヴィッセル神戸にはなってきます、まあ、どうしてもやっぱね、まあ、不調の時が長かったというか、ね、なかなか、ね、勝てなかった時期が多かったヴィッセル神戸ですけれども、しかしもその勝てない中でも、ね、こう守備が崩壊して勝てていなかったわけじゃなくて、まあ、どちらかというと、ね、得点力不足のところが、まあ、ちょっと悪かった感じがしますので、守備のところはこう大きな入れ替えがなくね、まあ、特に昨年夏に加入した、まあ、E の選手いますんで、まあ、逆にこう夏からの計算でいうと、ね、全体的には今年の開幕は、まあ、昨年よりも高いレベルで迎えることができるんじゃないかという感じがしておりますが、 E の選手はやっぱりサイドバックということでいいんですかね、まあ、3トップの右とか、サイドハーフとか、ね、やる可能性もありますが、まあ、彼はどこでも、ね、高いレベルで、こなせる選手ですし、ただ4バックやるのであればやっぱり右サイドバックというのは、まあ、補強ポジションであったというのが1年前にはなってきますので、まあ、そのままね、すっきりも右サイドバックとして E の選手を使った方がいいんじゃないかなという感じで思ってますけどもね。で、だからまあセンターバックトゥーレル選手と菊池選手の、まあ、これ継続コンビ継続というのも決まってますし、で小林幸選手の、まあ、移籍というのは痛いんですけれどもね、まあ、その代わりね、京都の方から本田選手の、加入もありますし、まあ、本田選手サイドバックもできる選手になってきますんで、まあ、ヴィッセル神戸はどういうシステムでやるか分かりません、まあ、4-3-3 なのか、別の形、まあ、昨年は主に 4-5-1 ですよね、まあ、シーズン終盤 4-5-1 この 4-3-3 システムで一応組んではいますが、しかしも主には 4-5-1 システムで昨シーズン終盤はやっていたイメージが強いんで、ただサンペール帰ってきたらやっぱ 4-3-3 やる感じもするんですけれどもね、ちょっと、これは僕の中の予想にはなってしまいますが、まあ、何にせよ4バックであり3バックであり十分可能な、対応可能なチームじゃないかという感じがしておりますけれどもね。で、まあ、やっぱ今シーズンね、命運左右するのは、まあ、さっきも言った通り昨シーズン得点力不足の、解消というところで、まあ、大迫武藤この辺ですね、まあ、大迫にしても武藤選手にしてもね、やっぱ一つワールドカップというのが目標であった昨シーズンだと思うんで、今年はそのワールドカップという目標がなくなってしまったんでね、大迫武藤この辺がまあどういうモチベーションで戦うかもちょっと気になりますが、まあ、そこがプロフェッショナルな選手と思うんで、別にワールドカップとか日本代表とかそういう目標がなくても結果を残してくれる選手と思うんで、そこはやっぱ期待をしたいところでございまして、まあ、むしろね、自分たちを選ばなかったこの日本代表というのを見返すぐらいね、活躍をしてほしいところではございますんで、まあ、やっぱ得点力不足解消、まあ、前線をと素晴らしいメンバーが揃っていますんで、そこをまあどういうふうに昨シーズン節約を晴らすことができるかどうかでございますね。で、やっぱ個人的に注目したいのはゆるきですよね。まあ、ゆるき選手に関して本当継続した活躍が求められる。昨シーズンは本当このゆるき選手がいなかったらもっと下の方でこれは、フィニッシュしていた可能性が高いヴィッセル神戸になってきますんで、まあ、このゆるき選手、まあ、パトリッキーというライバルも入ってきましたしね、このパトリッキー、まあ、本当こちらも素晴らしい選手になってきますんで、ゆるきがレギュラーを守れるかどうかというのも、一つ注目点になってきますしで、まあ、ヴィッセル神戸、さっき言った通りパトリッキー選手って途中から出ても、
十分脅威を与えることができる選手で、個人的には一番これ途中から出てきて結果が残せる選手、それがポトリッキと思ってますんで、まあ、ヴィッセル神戸からしたらね、90分間のこのゲームコーディネートを考えた時にパトリッキを出すタイミング、これが結構重要になってくる感じがしますんで、ちょっとパトリッキに関してもいろんな意味で、まあ、注目にはなってきますが、さ、今年のヴィッセル神戸どうなるか注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい、ということで以上になりますね。まあ、あとはそうヴィッセル神戸話してなかったですけど、中坂選手とか、佐々木選手とかこの辺の生え抜きにもちょっと、期待したいところになってきますしね。であとね、昨年結果残せなかった大木原、この辺のまあ、ね、このチームを見返すじゃないけれどね、この、大木原選手の逆襲に関してもちょっと注目して見ていこうと思ってますね。はい、ということで以上です。以上パラブンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら。